トレードだけ行くわ。あ、でも時間かかりそうだな。あーでもない、こうでもないで。ちょっと一人だけ取ろう。あ、二人だけ取ろう。とりあえず絶対必要な、三人取るわ。で、あと、ちょっとこれあんまりグダグダ行くと長いんで、ちょっと絶対必要な三選手だけ取ります。はい。まず一人目。そう、リオネル・メッシ獲得。そう、メッシを獲得。オッケー。そう、もちろんね、あの選手ですよ。そう、クリスティアーノ・ロナウド行こう。いたー、オッケー。よーし、ちょっとここで、ちょっとここで区切ります。ちょっともうさすがにきつい、マジで。トレードとスカット、トレードね、前回の配信で途中までやったんで、最後までやりきりたいなと思って、試合まではちょっといきません。はい。で、まあ、一人でね、黙々となんか作るよりはみんなとなんかいろいろ議論しながら、まあ議論聞かねえけど作ろうかなと思いましてね。はい、とりあえずカンテ行くか。カンテは絶対いるな。そう、鼻声ごめん。鼻声プラスカラオケやってちょっとの喉枯れてます、声。すいません。カンテ行こう。アスピリクエターちょっと能力落ちたから使わないな。うん、カンテは取る。よし、オッケー。とりあえずファンダイクと。オッケー。ロバートソン、あれ？あ、いた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 。あれ、ロバートソン、あ、取ってないか。オッケー。取ります。オッケー。ちょっととりあえず、まあ、最終選考はまた後として、いずれにしてもラモスはいるということで、ラモス取っていこう。ラモスはいる。100% 使う。ラモス類じゃねえよラモス類じゃねえよ、セルヒオ・ラモス。ラモス類はちょっと入れねえわ、スカットには。搭載されてねえだろ。前線ちょっと欲しいな。やっぱネイマール取るか。 ST でも使えるし、ネイマールはやっぱ使うな。うん、取って損はない、後悔はしないと思う。ネイマール行こう。 OK、 それとあ、ブスケツも強いよね。あ、2000に行った。マジマジありがとうございます。やべえな、ちょっと喉の調子整えてくればよかったもうちょっとなんか3、400人でなんかグダグダ喋りながらやろうかなと思ってたら2000人も来てくれてるありがとうございます。クリバリはまあいるか、いるな、クリバリは。うん、クリバリ、あ、ロドリ取ろう。ロドリいる。ロドリ85だっけな、確か。ロドリはどこだ。あ、これ違うよな。あ、あれ顔写真ちげえ。これか、ロドリ。レバンドフスキ、まあアプリだとどうか知らないけど、ちょっと PS4 ではめちゃくちゃいいんでレイビー取ります。すいませんね、声枯れてて申し訳ない。アランで行くわ。分かった分かった。アラン派結構多いから。アラン、金。あー、じゃあ、とりあえずじゃあ、分かった。分かった。じゃあ、とりあえず、アラン派がいるのは分かったから。いや、でもな、だったら、俺、ごめん、エリクセン取るわ。エリクセンで行く。ごめん、ちょっと多分意見まとまらないから、俺ちょっとエリクセン行くわ。これは。エリクセン行かせてもらう。OMF できるし、CMF もね、確か適正あった気がする。で、なんで俺がエリクセンを取るかというと、攻撃寄りなんですよ。攻撃寄り。カンテが割と守備寄りじゃん。真ん中でね。だから、攻撃寄りの CMF。まあ、モドリッチいるけど、一応エリクセン取るわ。これ。うん。これでいく。ただね、ちょっとライブアップで、トッテナムがなんかちょっと微妙らしいから、なんかそう、ライブアップで弱いっていうのはあるけど、俺はごめん、エリクセンが好きだから取るわ。ごめん、これ多分意見まとまらないから、ちょっとエリクセンで行く俺。ごめんね、いろいろアドバイスありがとうだけど。オッケー、これで行くわ。多分ちょっとこれ、
あと10分20分やっても多分意見まとまらないから。よーし、これで完成だけど、育成しよっか。育成しよう。育成いきます。はい。あ、ベラッティも強い。わかる、ベラッティは強い。俺も持ってるから、ベラッティ使ったら強い。さあ、これでレベマにしましょうか。あ、待って、まず適正上げよう。うわ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 、あれ、うわ、そっか、アプリってこれあれなんだ、アイテムねえのか、だる。そうか、だる、アプリ試合しないと上がんないんだ。うわ、めんどくせえな。もうあのポジション、うーん、どうする、トレーナー予想経験、あ、これでいいね。もったいないか、ポジション。引き継ぎ入れたらレベマなる。あー確かに、おい、もっと早く言ってよ、早く言ってよ。おい、気づかなかったよ、早く言ってよ。そりゃそうだわ。強いよね。カス、え、マジ、え、ちょ、え、パンジーリリーさん、カス、このスカット、え、マジ、ちょっと見してほしい、パンジーリリーさんの。育成にしてないからね。まあ育成すれば、まあ普通に多分4000超えると思うけどな、多分ほぼレベル1だからね。廃課金ざま、ん、え、ちょちょちょ、だ、だ、だ、誰か、ちょ、ど、どういうこと。まあ確かにね、あの、雑魚って言われることに関しては、まあ PS4 の配信では雑魚って言われたら、あ、じゃあ試合しようってなるんだけど、まあアプリに関してはね、雑魚って言われたら、言われても、お、おおとしか言いようがないから、うん、残念ながら。お、お、おおって。ね、月1でやってるゲーム、そんな強くないから、お、お、おおとしか言いようがないけど、まあアプリもね、ちょっとまあ雑魚って言われたら、おーし、じゃあ試合しようぜって言えるぐらいの、ちょっとね、実力はつけたいなと。まあ、ほんと今、クソ雑魚なんで、雑魚試合しません。あ、結構でーす。負けるんで結構でーす。あの、じゃあさ、じゃあ PS4 で試合しようよ。うん、雑魚試合しようっていうなら、俺の土俵でやって、そっちの土俵でもやるから、それだったらフェアじゃない。うん。PS4 もやろう、じゃあ。アプリでもやるから。はい、ということで配信が終わって3時間4時間経ちましたかね。あの、育成頑張りました。めちゃくちゃ大変だった。ただね、俺の限界はここでしたね。チームパワー4171ということで、クリバリを配信の後取りました、トレードで。はい。で、レベマがね、ほとんどレベマなんですけど、何人か中盤の選手がね、やっぱりちょっとレベル上がりにくくて、カンテ、ロドリ、バリオスで、あとね、中盤じゃないけどロバートソンもちょっとレベマいかなかったということで、あとは全員レベマいきましたね。はい。で、配信中、カスだってね、このスカットはカスだって言ってきた人のスカット届きました。こちらです、ドン。全部引き継ぎやないかいっていうね。引き継ぎ選手なしでここまでチームパワー高いのって多分なかなかないと思うけどな。っていうか、ツイッターでも聞いてみたんですよ。カスだって言われたからね、いや、俺より高い人ゴロゴロいるのかなと思ったら、一人だけね、俺より4200とかっていうバケモンみたいなチームパワーの人いましたけど、いや、スカット自身は別にカスじゃないと思うけどな。
どうなんでしょうね、かなり銀河系だと思うけど、引き継ぎ選手ゼロだからね、レジェンドも入れてないし。まあただね、PS4 もそうですけど、いくらね、スカットが良くても結局はやっぱね、ウィーレってすげー難しいゲームで、いくらね、強い選手使っててもやっぱね、上手い人には勝てないんですよ。なのでまあこのね、銀河系スカットに見合うような実力をね、ちょっと配信中も言いましたけど、つけていければいいかなということで、スカットは銀河系だろな。はは。まあ、ウィーレマナ。